写真拡大。左肩のコンディション不良で出遅れていた阪神、高橋遥人投手。24が6日の巨人戦、甲子園で今季初先発すると、7回3安打無失点、11奪三振で復活の白星を挙げた。試合後、気持ちよく投げることができましたと話した一方、去年も最後ダメだったので、一試合一試合、試合を作っていければともコメントした。昨季は5月からローテーションに定着も、シーズンが中盤から終盤に差し掛かる8月以降は先発では8試合に登板して1勝7敗と失速していた。悔しさの中、迎えたオフ。特に鍛錬不足を実感する時があった。1月に行われたソフトバンク、松田戦が旗振り役を務める母校、亜大での自主トレに初めて参加。まずは、グラウンドでのダッシュやトレーニング。ブルペンに移動すると、2年連続セリーグのセーブ王の山崎、DeNA や今季ソフトバンクで開幕投手を務めた東浜らと並んで投球練習を行った。きついトレーニング後にもかかわらず、軸がぶれずに下半身を使って投げている姿に、そういうところが違うんだなと思わず漏らした。その後は、亜大伝統だという肩周りの強化のトレーニングやジャンプ系のトレーニングメニュー。ここでも自信がついていくのがやっとのメニューを松田戦ら先輩たちが軽々とこなす姿を目の当たりにした。もっとやらないと、松田さんとかみんなこれくらいやると思って、僕もやらないと、自分はまだまだだな、と強く実感した期間だった。コロナ禍で開幕が遅れ、自身は怪我で今季も開幕、ローテ入りはかなわなかった。リハビリ期間ではとにかくトレーニングに集中。自分を追い込み、強化して甲子園のマウンドに戻ってきた。本当の勝負はまだこれから。今季はこの調子を維持、さらに上げ、進化した姿を見せる。菊池俊太郎。